さあ、ルーレットスタート。さあ、出た。そして京セラドームにお集まりの中継でお楽しみのバファローズファンの皆さん、お待たせしました。今日のヒーローは勝利のバッテリー、宮城大弥投手、森友哉選手です。まずは宮城投手、今シーズン8勝目おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は要所を締めて最少失点というピッチングでした。今日の投球振り返っていかがでしょうか。まあ、なんとか、野手陣のおかげで粘れましたし、森さんのリードがあっての最少失点だと思いますので、感謝したいなと思います。4回には満塁のピンチを見事ゼロで切り抜けました。あの場面も振り返っていただけますか。本当はもっと楽に抑えたかったですけど、自分自身悪いボール出てましたし、それでも、野手の皆さん声かけてくれたり、間を取ってくれたりといいところがあったので、まあ、また次の登板に向けてしっかり調整したいなと思います。そしてそのピンチを抑えたすぐ後にはお隣森選手の一発がありました。あの一発はどういうふうにご覧になっていましたか。いや、もうずっと願ってましたし、森さんならなんとかやってくれると見てましたので、いつもやってもらいたいなと思います。今月はホームゲームは夏の陣として行われています。球団のお笑いコンビ企画のグッズも大好評です。宮城投手は紅林選手とのベニボーズのタオル、こちらも今日掲げながら応援したファンの皆さんたくさんいらっしゃいます。あのグッズというのはご自身でご覧になっていかがですか。まあ、なかなかいいコンビだと思います。さあ、夏の陣はまだまだ続きます。最後に次戦へ向けて意気込みをお願いします。まだまだ試合続きますが、一つ一つ勝って優勝に向かって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。まずは宮城投手でした。続いては同点打に勝ち越しのホームラン、今日2打点の活躍、森友哉選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは初回先制点を許したすぐ後でしたが、あの犠牲フライの場面振り返っていただけますか。いや、もう一生懸命打席に立ちました。はい。そしてその次の打席は勝ち越しのホームラン、一振りで決めました。あの回先頭バッターでしたけれども、どんな意識だったんでしょうか。いや、もう塁に出ることだけ考えて、で、まあ、積極的にスイングした結果、いいホームランになってよかったです。
その一発はチームトップタイの今シーズン第13号となりました。感触というのはいかがでしたか？完璧でした。さらにマスクをかぶっては4人の投手を好リード。接戦の中での投手陣の力投というのはどういうふうに映っていましたか？そうですね、怪我復帰してから初めてフルでマスクかぶって、一生懸命抑えることができてよかったです。その離脱していた間もチームみんなで支え合いながらこの首位というのを守っていました。あの間というのはチームの活躍、森選手どうご覧になっていましたか？自分おらん方が強いかなと思いながら、はい、テレビで見てました。ただファンの皆さんはこの後も森選手の活躍を本当に頼りにされています。最後に明日以降に向けて力強い意気込み、そしてファンの皆さんへメッセージをお願いします。全員で優勝したいです。明日から応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは森友哉選手、宮城大弥投手でした。今日はバッテリーの2人のヒーローインタビューを聞いていただきました。田尾さん、はい、宮城投手もね、はい、粘りながらでしたけれども、こう何かこう言葉をかみしめながら走っている、はい、そんな表情に見えましたね。まあ、今日みたいにね、やっぱり相手ピッチャーもそんなに点くれない、はい、そういう中で投げ合うっていうのはですね、それで勝ったっていうのはこれもやっぱりすごい喜びだと思うんですよね。はい、大勝するのもいいんですけれども、はい、こういう2対1、1点差ゲームでね、きっちり勝つっていうのはこれはやっぱ嬉しいと思いますね。そうですね、はい、そして森選手は自分がいない方が強いんじゃないかと、それぐらいやっぱチームがその間も強かったっていうことですよね。はい、はい、ただ言ってあげたいですね、その中島監督が、うん、身がいなかったら0点だっていう風にね、今日はね、はい、はい、聞いたので、まあその森選手の活躍もあって今日は2対1、しびれる試合をものにしました。